アウィケーバハリ地方は、エリトリアの行政区画。デブバウィケーバハリ地方は、エリトリアの行政区画。英訳名は、レギオン・オブ・サザン・レッド・シー。州都は、航海沿岸の都市アッサブ。エリトリアの航海の海岸線のうち南半分を、占める。セメナウィケーバハリ地方と北側で宗教を接している。また、南から、南西側に、 エチオピア、南東側にジブチとの国境を有している。面積は27,800平方キロメートル。行政官は、セゲレダ・オルドゲルギッシュ。500キロメートル以上にも及ぶ、海岸線を有しているものの、海岸から、内陸部の国境線までの幅は、最大でも50キロメートルしかない。主要な部分を、ダナキル砂漠が占め、主要な町として、アッサブ、ベールル、ラヘータ、 t をイリが挙げられる。地域内の最高地点はラムル山。全域が年間降水量300ミリメートルを下回る乾燥地帯であり、内陸部は地球上で最も荒廃した地域と一般に考えられている。ありがとうございます。